いきましょう。はい、はい、皆さんおはようございます。先日は21日ですね、ここライブお越しいただきましてありがとうございました。楽しかったですね。我々が楽しかった。いや準備大変だったねけどでも本当に皆さんのおかげで、そうそうそう、始終楽しかった、始終楽しかった、始終楽しかったです。なんかね、本番前胃が痛い、死ぬ、なんか気持ち悪いってずっと言ってご飯食べる、ご飯食べる、ずっと言ってたけどなんとかね、楽しんでいただけましたでしょうか。楽しんでいただけたら幸いです。まあ、これからも緩やかに頑張っていきたいと思います。そしてですね、本当にありがたいことに12月の2人のピアノデュオリサイタル完売しました。ありがとうございます。まだ8月、7月、本当にありがとうございます。クラシックなんですけど、皆さんに楽しんでいただけるようにいろんな工夫をして準備をしていきたいと思います。あるんですけど、今回はごぼうを封印して、ね、クラシック畑でね、ちょっと頑張りたいんですけど、まあ、クラシックちょっと敷居高いなって思ってる人にも楽しんでもらえるような曲を選びました。そうですね。し、あのね、プログラム最後の曲、危険、危険どうなることやらってこともちょっとなんか注目していただけたら、そうですね、いいんじゃないでしょうか。頑張ります。それから実は1月にも東京渋谷で2人でコンサートをすることになったので、そちらもまたお祝いに宣伝させてください。それから10月は、すみません、私の宣伝です。今年で6回目になるんですけど、トゥインフィリーと共演を私もさせていただきます。10月23日ですね、名古屋の電気文化会館、電気文化会館のコンサートホールで演奏します。私はシュスタコービッチのピアノ曲ですね。ドキドキです。でも本当に美しい音色のバイオリン、チェロと、そしてすごく人柄があったかい方々なので本当に楽しみです。そちらの方、私だけなんですけど、もしいらしていただけましたら、下の、メールアドレスにご連絡ください。ではこれからもよろしくお願いいたします。あ、ちなみに皆さん、マンボウ見ていただけました？青木のせいではないです。こいつのせいです。ちょっとひよっちゃった。ひどくない？先輩、立つんですよ。先輩、立つんですよ。2回言ったからね。で、本人立たない。ひよっちゃった。なんか、あ、ここだ、先輩立つかな、とか立ってる、やめーと思って。これか、世に言ういじめとはこれかっていうね。本当に次回以降、もしなんかどっかでやることがあれば必ず立ちます。宣言します。ではではでは。こんな2人ですが、これからもよろしくお願いします。では、今日も良い一日を。